そういえば、公益書にも和訳されてますね。撲殺に、こう、鉄、士族の跡か。とかね。なんか、鉄ギルドっぽい名前だったよね、この子ね。なんで、まあまあ、わかりやす、すごくわかりやすくなってるよね。なんだっけな。アラビアンはね、銀字タだったかな、とかね。どんどんね、少しずつね、改良が加えられていってますね。はい、次です。あれからね、ちょっと、まあ、2年経ったかな、62年で、いきなり100人、3名目撃されるという、ちょっと大規模なのかなっていう数字が来ていますね。ここか。これ、大したことなかったらパーッと飛ばして次のね、侵略軍に行きたいところですが、あれからね、防衛はしっかりとね、整えまして、まずここ、トルゼになっています。で、ここを使ってないところをね、一旦休止させてます。ここは基本的に帝国軍がここに来ない限りは使わないやつだから、で、収支をね、ちょっと改善しました。まあ、あのね、贅沢にいっぱい買ったんで、贅沢に、あ、収入でもちょっと下がったな。もうちょっとあったんだけどね。贅沢新品でね、なんとか税収を賄っていこうというところで、もうここから来るのが定番になったね。てれってれってれって感じだね。だここ耐えられるか。で、相手の、あ、大したことねえな。奥に激しいもないし、これは、救出作戦に出るだけでいいかな。まあでも、恥落ちさえなければ、小さくに出るまでもないと思うんだけどね。OK で、打って出るのもね、楽になってますから、お前たち逃げろよ。いいか。もう早い早い、早すぎはあるか。ただ、ロッティが逃げている。パッと見103人で、あ、そこまで現れなかったね。お、ここ、壁も叩いてるね。なるほど、なるほど。そこ、戦える面が少ない方が、叩く人数が少なくていい、いいかなと思っていたんだけど、ちなみにここの、それじゃあ、当時の家は届かないか、こっちには。たださ、ここ、これだったら、あ、ギリだな。ほんとだ、ここは届かないから殴ってくるんだね。なるほどね。砦が、いや、ここの弓がここに、こいつがここだったらね、っていうところもあるよね。さらに17名を目撃。さあ、余裕そうだから、撃って出ようかな。そう、こっからね、即撃って出れるんだよね。こっちにね。いや、素晴らしいシステムを導入したよね。ここからボンボン出てくると。さあ、いけいけ。次6世よ。雑魚に構わな。ちょっと待って、お前だけ自由にさせるぞ。お前ふざけんじゃねえ。そっちじゃねえ。こっちだ。ここに来い、ここに。さあ、C6 世が来ている。あ、来ているが、ボロバーンで、を殺していく、敵を。さて、どんどん、取り付いてる敵を倒していくぞ。いやー、意外とでも壁壊されたね。もうちょっとアップグレードしたいよね。石じゃなくて鉄ってどうですか？うわ、ええや、やられたか。このフル装備で。うわぁ、見てなかったら、こんなに、まさか獅子軍人の働きをここで。そう。ちょっとね、やっぱ人数を、ここに多分二人来てた
二人来てた二人舞台でブワーってやったのかな。いやー、しかも17しか動かれないし、クソは。あ、違う。こっちの6人中1人か、やられたのは。向かってる途中だったか。なるほど。なるほど。ちょっと集中しすぎちゃったね、ここに。また、そこら辺もね、踏まえて、だここの防衛力が低いというのもね、そう、やっぱ総合関係にある、砦がね、監視とか必要になってくるよね。優先指示を出したところで、今回の戦は、いやいや、ボコボコにされたと言ってもかこ、いや、ここで現れる、ここが切る。そういうことだよね。ここで切ってるから、もうどうしたってここで、どうにもならなくなるね。なるほどね。なるほど、わかったわ。まあ、上のね、防御を強化し、しかもこれね、たった10円で強化できている。から、ここね。かなり美味しくて。で、ここ。ここ休止しちゃってるから、実際ここいらないんじゃないかという、破壊してもいいかな。持ってこようと思ったけど、今、こっちに。持ってきてもいいんだけれども。いやー。やっぱりさ、ダメだよな。最前線で守れないとな。要は、ここで切っていて、ここで石で、ここでこう来るわけだから、もう、まあ、ここじゃ、あれか。ここに生まれないから、弓に打たれるから。やっぱり、ここら辺、ここの道に、これがあることによって、守られる。守られるよな。そうだ。そんな形で、一人の戦死者も出さずに、帝国軍をぶち倒すためにね、いろいろちょっとね、やっていこうと思いまーす。はい。とんでもないことになりまして、ここに出城ね、ここに出城をこう、まあ、作ろうかなということで、使ってなかった監視塔を移設させたりとか、監視塔じゃなくてね、櫓だけども、で、監視塔に、バルナー、してるところ、まだ、兵士も立てていないのに、今、どうして発展に。これね、セーブ、この状況でセーブロールして、そしたら、波状追が攻めてくるのかを、まあ、見たいところでもありつつありつつね。な、ここから来るか、でもここから来るのって一番良くない？このまま駆け上げるんですよ。で、こっち来てもいいんだよ。こっち来たら、一番最初の、この死のロード。死のロードとしての能力はもう下げてはいるけれども、でも準備期間がある。準備期間があるから、今ここら辺のやつを、こっちに持っていくこともできる。その指示だとか。ここはもう、大丈夫。大丈夫。リセットで、だからこっちに来るんだよね。で、ここを、ここのもん叩かれたらだるいから、あ、でもここに櫓があることによって叩くか、どうなる？さて。道が、そっか、そこに道がある予定だったから、一個失念するべきではあったかもしれないね。で、こう来た場合に、弱いのはここだね。この指示を出して、でも、ここを打って出るか、ちょっと、兵士を先に、ちょっと見ておこうか。チャンピオンがいる。うおー、チャンピオンが凄まじい数いる。これはね、かなりの大群ですね。この、まあ、8000円という多額の金額もそうだし、まだね、全然出てきない。ただ、波状追がここら辺に見えない。ここから、ここら辺にいるのかな。ね。1台しかないもんね、ここに。っていうところも踏まえて、いや、どういう風に兵士を出すかも考えながら、ここの兵士はね、完成するね。うん。
で、ここもまあまあマックスにするとして、まあ分かれてきてある程度やってから打って出るべきなのか、果たしてここら辺の防衛閉鎖をどうすべきなのか、畑の維持もしていかなくてはならないな、50% を下回ることはまあまずなくなってきたぞというところ。で、でもね、たまに見ないとね、うん、果実が枯れているので、でそこも気にしつつ、次回、この侵略軍と戦いたいと思います。で、ここでセーブして、ロードしてから開始したいと思うんですが、次回は。どうなるか。どうなるか。この、まだ、位置についていない、配置についていない、侵略軍の味を追加どうなるかも合わせて見ていきたい。というかね、日本語がね、すごい直ってる、見てください。記事じゃなくなっちゃった。おじか、だから、パッチ、押すと、ないかなと思って見たんだけど、もう追加パッチはなかったんだけれども、日本語は結構直っていますね。前回直ってたっけっていうぐらい、まあ、訳がね、直っております。というところで侵略者たち、この侵略軍、迎え撃ちたいと思います、次回。もうね、資源もね、買えだけ買って、贅沢品も買えだけ買って、武器をたまに売ってね、ここらへんね、武具を売って、その得たお金で大量に買う。で、弓矢とかもね、足りない分は全部生産して、衛兵たちに持たせるようにはしています。あ、ちょっとね、そうだね。新しく作った矢製作所で、急ピッチで矢を取れ作ったのかを、クロスボウに変更した方がいいね。うん。もう、十分に、ね、全員に行き渡ってはいるから。で、まあそこも、踏まえつつね。そこも踏まえつつ。やつ、まあまず第一陣としてね、迎え撃ちたいと思います。で、そうだ。で、防衛方法がね、もう、これでいいんじゃないかっていう。もう、そう。俺はね、いろいろも立ててるけど、ここと。いうのもなんとなく分かってはきたので、まあ、そこをね、踏まえて、明日、次回。侵略軍、この侵略軍ですね。まだ集まってないですけどね。を、防護していきたいと思います。あ、ちょっと待って。こうすることで、消えないか。あ、消えるね。あ、消える。あ、あれを消すことできるね。全部消しちゃうけどね。この、なんていうの、まだ整理整頓されてない感じいいですね。はい、そんな感じで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。